皆さんこんにちは、たさがいナイスです。マインクラフトやっていきましょう。なんとですね、ついにできました。いやー長かった、いや本当に長かった。もう統合版の頃からねずっと挑戦していて、ようやくできました。もうマイクラで一番鬼畜と言われるあれですね。ということで、さあ早速ね見に行ってみましょう。はい、こちらね今家の中にいるんですけど、さあ家の中へ入りましてさあここの階段を上りまして、さあ自分の寝室までまっすぐ行きまして、ででーん、来ました、青色のウーパールーパー。ちょっとあの水の中なのでちょっと色見にくいんですけど、やっと生まれました。やった、嬉しすぎ。もう統合版の頃からもう何どうだろう、何万まで行ってるかな、何千ぐらいだと思うんですけど、青色のウーパールーパー生まれました。いやー長かった、本当に長かった。統合版では見られなかった青色のウーパールーパーです。いやー嬉しい。あの青色のウーパールーパーは1匹生まれたらあとはね青色のウーパールーパーからいっぱい産むことができるので、こっからはね無限に増殖できるんですけど、やっぱね1匹目産むのすごい大変なのでね、いやーきつかったよ。ということでね、これ家の中だったら大体どっからでも見れます。まあこっからでも見れるし、まあ1階からもね、ここ下ガラスなので1階からも見れます。まああんまりよく見えないですけどね。ウーパールーパー繁殖施設ですね、裏で熱帯魚の方へ移転したんですけど、移転してすぐにこの青色のウーパールーパー生まれました。ウーパールーパーの繁殖ってまあ別に特に普通なわけなので、あんまりね別に特殊な演出とかないわけです。青のウーパールーパーがね生まれても特殊な演出とかはないわけで、あの本当にねしれっと生まれたので、あの一瞬スルーしそうになったんですよね。一瞬スルーしそうになって、まあ普通にバケツですくって、あれ今の青じゃねってなって、もう一回確認したらちゃんと青でした。いやー本当に嬉しい。ということで、こっからね、10分間青色のウーパールーパーを眺めたいと思います。嘘でーす。そうですね、この青色のウーパールーパーなんか、何かの間違いで死んだりすると嫌なので、一回繁殖させておきますか。水色のバケツでウーパールーパーを救いまーす。はい、ということで、こちら、ウーパールーパーの繁殖施設ですね。こちらへね、持ってきました。多分ね、この施設で繁殖したの10回とかでね、青のウーパールーパー生まれましたね。熱帯魚バケツを持ちまして、では、この青色のウーパールーパーをここに放しまして、で、この白のウーパーを1回もらいまして、白を水色。で、青色のウーパールーパーと白色のウーパールーパーに熱帯魚をあげることで、さあ、これでね、繁殖して青色のウーパールーパーが2分の1の確率で生まれます。素晴らしい。素晴らしすぎる。で、さらにね、この青色のウーパールーパーは2匹いたらね、当然 100% 青色のウーパールーパーになりますので、この2匹ね、持って帰りましょう。ここにね、なんか子供のウーパールーパーいますけど、ここはね、決してね、フグや子供のウーパールーパーの殺処分場とかでは決してないんですよね。まあ、決してそんなものではありません。決してそんなものではありませんので、まあ、これは気にせず行きましょう。ということで、まあ、繁殖用にね、熱帯魚多少持ち帰りまして、ということで、さっき持ってきました、この青色のウーパールーパーですね、ここへ2匹放していきましょう。本、あーちょっとこっちじゃない君。まあ、こっちじゃないって。待て。ほい、オッケー。本。さあ、中へ2匹離しまして、ここを閉じまして、さあ、2匹の青色のウーパールーパーが優雅に泳いでおります。素晴らしいですね。いやー、嬉しすぎる。これでね、まあ、1匹ぐらい死んでも大丈夫です。まあ、ウーパールーパーなんてね、そう簡単には死にませんけど、まあ、この状態にしちゃったらね、そう簡単には死にませんけど、まあまあまあ、何かの間違いでね、1匹ぐらい死んでも大丈夫です。まあ、あとはね、裏でこの青色のウーパールーパーを青色のウーパールーパー同士で交配させて、青色のウーパールーパーを大量生成するだけで、青色のウーパールーパーが大量に手に入ります。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。